はい。今回は、食法政権丸三です。豊臣秀吉の全国統一を見ていきましょう。秀吉の主な政策については次回やりたいと思いますので、ここでは天下統一までの過程をしっかりと捉えましょう。では、豊臣秀吉の全国統一です。織田信長が志半ばに倒れた後、 秀吉はその統一事業を継承して天下統一を達成しますその統一過程を見ていきましょう信長の命を受けて中国地方政党に向かった秀吉ですけれどもその信長が家臣の明智光秀にやられたという情報を耳にすると岡山から京都へ兵を戻して明智光秀を滅ぼします 光秀からすると信長を討った後まさか秀吉がすぐに帰ってくるなんて思ってないでしょうから秀吉を討つ準備はできてなかったんでしょうね秀吉は1582年山崎の戦いで明智光秀を滅ぼします大閤検知の開始と同じ年ですね山崎の戦いで明智光秀を討った秀吉は 同じく信長の家臣であった柴田勝家を志ヶ岳の戦いで破ることで信長の後継者としての地位を築きますそして本拠地として石山本願寺の跡地に大阪城城を築城します。この頃の大阪の坂は今と違いますので注意してください秀吉は信長の後継者として他のライバルたちを倒していくんだけれども 小牧長久手の戦いでは徳川家康との戦いでですね決め手のないまま泥を引き分けとなりますその後和睦が成立して家康は秀吉の家臣となるんですね信長の後継者そして家康を家臣とした秀吉次は長曽我部元親を降伏させて四国を平定します 秀吉の凄さっていうのは、その腕っぷしもそうなんだけれども、人心掌握術と言いますか、人の懐にスッと入っていくところですよね。朝廷の力もうまく使って、官白に就任して、翌年には大上大臣に就任。御用税天皇から豊臣政を賜るんです。正しくはここからが豊臣秀吉ですね。 それまでは橋場秀吉ですそんな秀吉この時期に総武事例を発令します総武事例とは何かというと全国の大名に訂正を命じるんですよわしが天下を取るのは目に見えとるもう戦いはやめてわしについてこいという宣言ですねただこれによって秀吉が天下を取ったわけではありませんので気をつけてください さて総武事例を出した秀吉ですけれども他の大名だって天下取りたいですよね。何が総武事例じゃそんなもん知るかいってな感じでそれを守らなかった島津義久を降伏させて鹿児島を平定します。四国九州を手に入れましたね。そして朝廷の力をも上手に利用した秀吉は。 京都に呪落台という屋敷を建てて翌年その呪落台に御用勢天皇を招くんですそこで何をするかと言いますと大名たちに「ここにおられる方をどなたと心得る御用勢天皇にあらせられるぞ皆の衆忠誠を誓うのじゃ」というふうにですね天皇の心をわしづかみするんですよ。 バテレン追放令と刀狩令、海賊取締令に関しては次回詳しくやりましょうね。いよいよ天下統一です。四国の長曽我部氏、九州の島津氏を屈服させた秀吉は、東北の伊達政宗を侵入させた後に小田原を攻めます。小田原といえば北条氏でしたよね。 北条氏直が降伏して全国の統一が達成されました統一後にはこのような政策があるんですけれどもこれに関しては次回詳しくやりたいと思います天下を取った秀吉はその天下を経営運営していかないといけませんよね。さまざまな政策を施していくんですけれども ワンマンマなな政治でではなく、合議制を敷くんです。それが五奉行や五大老と呼ばれるものなんですがまず五奉行から見てみましょう行政財政司法を担当する側近大名いわゆる事務職ですねこっちには石田三成がいますねそして五大老です秀吉の晩年に重要政務を担当しました こちら側には徳川家康がいますね勘のいい人は気づいたんじゃないでしょうかこの石田三成そして徳川家康といえば関ヶ原の戦いですよね秀吉の経済基盤はおよそ200万国の倉入り地という直轄地その他にも主要な鉱山であったり京都 大阪、堺などの直轄都市ですね豪商の経済力をうまく利用するんです交通や貨幣制度に関しても関所を廃止して尾な街道には一里塚を置いて交通制度を整備しますまた天照横盤という金貨を鋳造してこの横盤を温床用・褒美用に使用しました こういったところからも、秀吉の人心掌握術が伺えますよね。今回は、豊臣秀吉の天下統一の過程を見てきました。年表中の大公検知であったり、バテレン追放令、人払い令と朝鮮出兵に関しては、次回の動画で扱いたいと思います。今回はここまでです。ありがとうございました。